もう視界がやばくなってきたな。どうも、鳥の爪ダンソートです。さて、前回実況してきたこちらのゲームパオンなんですが、通常プレイでは見ることができない隠し要素っていうのが実はあるんですよね。それを見る方法を制作者のタダスメンさんがツイッターにて公開しています。それがこちら、パオンマル秘情報。タイトル画面でキーボードの K を6回、S を6回、O を1回入力すると、ピエンを無限に生成できるおまけモードが遊べるよ。お友達にも教えてあげてね。過去失敗したらスペースキーで入力をリセットできますっていうね、こちらの情報を公開されてました。ということで、早速こちらを実践してどんな隠し要素が待っているのか確かめていきましょう。ということで、スタート。さあ、ということで、じゃあやっていきましょう。キーボードの K を6回。1、2、3、4、5、6。S を6回。1、2、3、4、5、6。O を1回。はい。おお来た。左クリック、ピエンを生む。ああ、いる。P でタイトル画面に戻る。あ、生んだ。あ、なるほど。これを無限生成できるんだ。すごい。なんか青のピエンもいるじゃん。なにこれ。通常プレイの時にはこんなのもいませんもんね。ゆっくりマップを探索できるっていうのはいいかもしれないな。あ、でもその代わりフラッシュライトは使えないんだね。おお赤いピエン、あ、緑のピエンもいる。何体かいるのかな、そういう色違いみたいのが。いや、何そのポケモンみたいな要素、色違いのピエン。お前にもあげるな。いくつか置いとくね。じゃあ次ね。この曲も癖になるよな。何度聴いても。緑気持ち悪いな。顔色悪いな。あ、ちゃんとぶつかったら弾かれるんだね。すごいな。こういうなんか物理演算っていうのかな。なんかそういうのも難しそうだけどね。意外と凝ってんだよな、だからこのゲーム。おお。なんか投げ返されたな。紫ピエンもいる。あ、こいつでも動かないの？何もしてこないんだ。踊らないタイプのピエンもいるんだね。他のところもちょっと見に行こうかな。あ、ピンクのピエン、あれこれちょっと可愛いね。いいですね。動きにキレがあるわ。やっぱピンクいいな。合ってますね。5体ぐらい巻いてこれ。あれ音楽が、あー、一瞬こんな感じになったのかなと思いきや、いるじゃないか。パオンも新しいキャラクター。これはでも、あ、パオンって唱えたりはできないのかな。身長やっぱ普通のピエンより高いんだね。なんか悠々と立ってる感じ。男らしい、やっぱ。やっぱね、パオンはね、男らしいんだよね。みんな男は誰しもパオンをね、持ってるもんね。そういうとこあるよね。あ、でもこんなもんなのかな、一周。青、赤、緑。5種類の色違いピエンがいて、で、そしてあの、パオンもいるっていう感じなのかな。すごいね、でも血だらけなんだよな。ステージだけは一丁前にホラーなんだよな。こいつなんで動かねえんだろうな。ひたすらにピエンを生成したら何かあるのかな。これなんでこんなに無限にピエンを生成できるようにしたんだろう。どうしてもなんかやりたかったのかな。おまけモードの意味が全くわからないのが一番ホラーかもしれないね。これピエンに限界あるのかな。本当に無限なのかな。ちょっとひたすらに試してみていい？めっちゃ時間かかるだろうけど、めっちゃ生成したろ。このフィールドがいっぱいになるぐらいやってみよう。どっかで処理が重たくなって落ちたりすんのかな。いや、もうこの辺やばいんだけど。マジで無限生成だな。え、これでも歩くのは、あ、大丈夫だね。つかかったりはないね。だいぶ生成したんだけど、見てみて。これ、もうボールプールなんだけど。ピエンのボールプール。この青いやつを埋めるのもできそうなんだけど。ちょっともうちょっとやってみよう。どっかで処理落ちしそうだよな。もう視界がやばくなってきたな。でも意外とまだまだだな。やば。さあ、ということで、ピエンを無限生成し始めてから2、30分ぐらい経ったんですけども、今ここ青いやつがいるとこね、やっと見つけたよ。もう何が何だか分かんないでしょ。この間もこう無限生成でき続けるっていう、やば。検証結果、マジで無限生成できるけど多分検証円になるですね。ちょっと隣の部屋行こう。もうマジで隣の部屋の行き方が分かんないんだけど、暗すぎて。もうピエンという名の闇。
なんとか外に出ることできたんですけども、さっきまでいた部屋がそこね。これはやばすぎるだろ。もう隣の部屋にあふれ返ってきてんだわ。そう、赤いピエンがいるのここだよね、これね。赤いやつでね、ほらほらほら。もう自分がこう移動した時のやつで隣の部屋とかにどんどんあふれ返ってきてると。もうここの部屋はもう一度入ったら迷宮。やばすぎるだろ。ここまでやる人はなかなかいないでしょ。ずーっとこうやって30分連打し続けてましたもんね。やばかったな。いやでもこんなにさ、そのピエン生成しても大丈夫なんだね。処理落ちしないんだな。ほんともう何十時間ってやったら全部の部屋を満杯にすることもできるかもしれない。その前に自分がもう見失うと思うわ、今どこにいるのかとか。ということで今回はパオンの隠しモード、ピエンが無限生成できるおまけモードの方をご紹介してきました。この動画を少しでも楽しんでくれたらグッドボタンしていただけると非常に嬉しいです。ピエンやパオンの実況は動画概要欄の方に貼っておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。